こんにちは。私の足を改造して、車輪をつけました。これで私も、一輪人ですね。ということで今回は、人工知能に一輪車、いや、一輪人になってもらって、移動を学習してみます。では行こう。いつも通り、複数人で知見を共有します。とりあえず、その場で停滞して、バランスを取ることを学習させましょう。今回は、足に力を入れて、ペダルを漕ぐのではなく、車輪のモーターを直接制御します。一輪人なので当たり前ですね。今回学習するのは、車輪のモーターに加えて、各関節の動かし方です。一輪人は、各ソーセージの速度やら何やらと、車輪の各速度やら何やらを観測し、今の状態で最善の行動は何か、を学習していきます。そして行動をした結果、こちらが決めた採点基準に基づいて、プラスやマイナスの報酬を与えます。今回私が設定した採点基準をざっくり言うと、倒れたり荒ぶったりしたら、大きなマイナス報酬を与えます。倒れない学習をしているので、これは当たり前ですね。そして、マイフレーム、常に極小なプラス報酬を与えます。倒れてリセットされるまでの時間が長ければ、長いほど報酬が多くなる仕組みですね。さらに、車輪の中心と頭を繋いだ線が、地面と垂直に近いほど報酬を与えます。そして最後に、一つ前の行動と今から行う行動が違うほどマイナス報酬を与えます。これはつまり、エネルギー消費が激しいとダメですよということですね。プルプル振動の抑制につながります。さて、徐々に学習が進み、今、約3時間半学習した後の状態を見ています。結構いい感じですが、さらに学習を進め、6時間後の様子を見てみましょう。どうでしょうか？後ろの3人はサボっていますが、他はかなり安定しています。手を前後に伸ばすことでバランスを取ろうとしています。無駄な動きもあまりありません。でも、強化学習で面白いところは、倒れる直前の人間みたいな慌てる姿ですよね。倒れない学習をさせて、倒れる直前を楽しむ。意図おかし。よし、ということで次は、移動を学習してみましょう。移動の学習には、フィールドに目標物を置きます。とりあえず最初は正面に置いていますが、タッチすることができたら、目標物は違うところに出現します。正面に進むことができるようになっても、方向転換は学習できてないですからね。採点基準や観測値も変更しています。そして何より、この学習にはめちゃくちゃ時間がかかりました。それでは、50時間学習後を見てみましょう。行きます。突撃。どうでしょう？これでもまだまだですが、前に少し進めるのと、方向転換も少しは学んでいますよね。ほら、うまい。綺麗にタッチできました。ふう、不完全ではありますが、それなりに形になるものを今回も作れてよかったです。では皆さん、人工知能にやってほしいタスクがあれば、どしどしコメントしてくださいね。